皆さん、こんにちは。会心整骨院、境院、院長の川端です。え今回はですね、女性に多いすねの痛みについてお話をしていきたいと思います。え女性がよくね、すねを痛くなったりする方っていうのは意外と多くて、えー、なぜね、このすねが痛くなるかっていうと、基本的によく考えられるのが、体重が外に乗ってて、その影響で、まあ、すねのところ方が痛くなるって思われる方は結構多いんですけども、実はね、全くそういう体重の乗り方、 以前の問題があってあもちろんね体重が外に乗るっていうのも一つの問題にはなるんですけどもそれ以前に、えー、実はねこの骨盤に問題があったりするんですこの骨盤のこの大きな骨横にある骨と真ん中にある骨この境目にある仙腸関節っていう部分この部分が固まってしまうことが一つの問題です実はねこれが固まってしまうと今度はね別なところに影響を及ぼしてくるんです これはね、歩くときとかにこの仙腸関節っていうのは動くんですけども、それと同時にね、もう一つ影響を受けるのが、膝の関節ですね、足の関節。この膝の関節の方に負担がかかるんです。特にこの室外骨っていう足のお皿の部分、この部分に影響が出てきます。 結局、仙腸関節っていう部分が動かなくなった影響で、それを補うために、膝のお皿の部分も一緒にずれてきてしまいます。ずれることによって、足の方に負担がかかりすぎて痛みが出てくるんですけども、このすねの痛みっていうのをちゃんと治さないとどうなるかっていうと、実はお皿が元の位置に戻ってない状態で痛みがなくなっているパターン。そうなってしまうと、今度は5年後、10年後経った時に、膝が痛くなるっていうパターンもあるんです。 えー、そうなってしまうと、皆さんご存知の通り、O 脚だったりとか X 脚になってしまうわけですね。で、それをしっかり治すためにも、この先頭関節っていうのは動くようにしていかないといけないっていうのも一つありますし、もう一つはこの膝のお皿を正しい位置に戻さないといけない。この二つを一緒にしないといけないんです。直していかないといけないっていうことですね。 で特に女性の場合は、この骨盤っていうのは非常に動きやすくなっております。この動きやすいがために、えー、よくこうトラブルが仙腸関節っていう部分に起きて、えー、膝の方に影響を与えて、そしてすねが痛くなるっていうパターンです。今回はですね、このすねの痛みを改善するために仙腸関節が動きやすくする方法と、そして膝のお皿を回復する方法をご紹介していきます。 まず最初にお皿の位置を正しくするためにまずお皿の位置を四隅をこの指で持ってくださいこうやって両方の手で挟んで軽く挟んだ状態で膝を曲げますそして今度は伸ばします曲げて伸ばしてっていうふうに動かしていきますこれを大体5回から10回ぐらい繰り返してください動き的にはそんなに速くなくてもいいのでゆっくりめで動かしてもらっても大丈夫です まあこれをやった後に、今度は膝をね、上下左右に動かすんですけども、まず上下に動かしてください。揺らすような感じです。揺らし終わった後、今度は左右に動かしてください。そうすることによって、お皿の動きっていうのはついてきます。この状態をまず作ってから、今度は足をですね、伸ばしたまま上向きで寝ます。この状態で足を上げます。だいたい15センチから20センチぐらい上げた後に、 息を吸って、吐くと同時にかかとを落としますそしてもう一度上げて吸い切ったところで吐くと同時にかかとを落とします最後ちょっとお尻を上にグッと上げて下に落としますだいたいこれを3回から5回ぐらい繰り返してください で今回のようにですね、この膝のお皿の動きを良くして、仙腸関節を良くする。そうすることによってですね、この膝と仙腸関節のアンバランス、バランスが悪いっていうのが取れてくるんです。そうすることで体重っていうのは左右しっかり乗ってきますので、このすねの部分の負担っていうのは和らいできます。 よくね、膝の痛みが気になる方って多いかと思うんですけども、この体操をね、定期的に行うことによって、膝の痛みっていうのも予防することができますので、ぜひね、これを試してみてください。